でね、国際センターでおりましたけどね、まあ、名古屋までね、別に乗っちゃっても、いいかなと思ったんですけど、時間的に、まあ、昼飯食べるのにちょっと飯屋探しながら歩くっていうのもありやなと思って、免疫の方だいぶ混んでそうですしね。で、あと最後、24時間切符って回収されるのかなどうかな、ちょっとわからんで、一応そのあたりもね、ちょっと動画で収めながらやるのには、免疫だとね、さすがに混むだろうと思って、まあ、それで東山線も避けたんですけど、東山線のね、名古屋駅だとさすがにもうめちゃくちゃ混んでますからね。はい、あとは、単純にね、ちょっとね、名城線がすっげえお客さんで、降りれんなって、なんかすごい、やっぱ、名古屋ドームで何、ジャニーズかなんかがイベントでもやってたのかな。うん。女性専用車両に間違って乗っちゃったからっていうぐらいの勢いで、若い女性の方がバーッと金山から、もうどの列車も、そんな状態で、名古屋ドーム、境で降りていかなかったんで、多分ジャニーズか何かあったのかなっていう感じの、本当そんなレベルで、普段の東山線よりも、と同じぐらい飛んでましたからね。よいしょ。なんで、久屋大通りは結構、普段だと境でバーッと置いてくんでね、そんなに苦労しないんですけど、結構、すごい、かき分けながらって感じでしたね。あれです、こっちだと別に、エスカレーターもありますけどね、国際センターは。一応時間は11時になってますけど、一応入場がこの時間だったら OK ってことだったらしいんで、これ回収されるのかな、どうかな、行ってみよう。あ、出てくるのは出てくる。でもここから使えませんよと、いうことね。ちょっと先のところですね。そう出て、まあここから実は免疫は全然歩いてそんな苦労する距離でもないんで、ぼちぼちと歩いて様子を見ながら行きましょう。あ、ついでにチャージしとこう。こんなんだあるんだ。へえ。こういうのを使うのも手ですね。あ、逆だ。免疫行くんだったら反対側の出口でいいんだ。よいしょ。これだけ白くなんかあんま意味ねえ気がするけど、だって両方端階段だもんな。不思議な構造だ。はあ、ここだけ単独で使おうかな。あ、いや、いいか。ガイド買ってるから、連続だから。よいしょ。地図だと全体的すぎてあれだけど、距離で言うともうこっからここなんでね、実はもうほぼほぼ免疫のまんまやから、ちょっと一駅軽く散歩したい時には実はいいところなんですよね。商業施設もいろいろありますからね。名古屋の人だったらこの辺りの通りって言ったらヒントくるかな。で、免疫はあっち。でもだって、これ名古屋高速のところで、何でしたっけ、これ読みにくいんだよな。あ、そう、肘江町。いつも読めんだかったよ、これ。あれで肘江はね、なかなか難読だと思う。
でもそこがセントラルタワーね、名古屋のですからね。よいしょ。そこがミセンか、ミセンかあったりしますね。ちょうど11時だから多分店も開いてくると思うんだよな。店とか多分三が日休みそうやけど、これが大丈夫かね。そうだ、もう町名で言うと名駅三丁目ですからね。実は全然名駅なんですよね。よいしょよいしょ。それで名駅の保育園やったらこの一番出口にこうやってパッとんだ、世界忘れとった。で、これは銀行か、いいの。あ、ここにもあったんだ、エレベーターで。参考院と、あ、そのまま直結なんだ。便利ですね、参考なんだ。そして三重交通ですね。でもそこ高島屋、うん、下手すりゃ、あの、名駅の駅前で寄るところによっては、本当に全然、実は国際センターの方が使い勝手良かったりするんですよね。うん、一つ向こうの奥行ったら、さっきから王将とかもあったはずだけど。なんなら下に入りゃユニモールもありますし。だから確か地下でそのままつながってユニモールから行けるはずなんだよな。違う。ランチを食べるようなところがあるっちゃあるはずなんだけど、まあオフィス街なんで閉まってますもんね。ええ、カジュアル帯どうした、あ、開いてんじゃん。これがやるやつ、あー、ご宿泊、ホテルと提携してるの。何？ああ、ハリキュウ。バーとかね、790円とか。ちょっと外れると男の店も多いですね。あっちには山ちゃんもあるし。観光物のステーション、一段あんだ、お前でも一段な。あ、一段あんだ。
あ、ここ、ホリティビル地下1階。あ、ここは、食べるとこあるはずだから。中入ってちょっと、あ、でもあれか。居酒屋的なところが多いのかな。山道歩きになってたけどな。よし。もう免疫だ。下行きゃ何かしらあるはずだけど、荷物あるはずだけど。ああ、そんなに水産かな。本当に良かったりだもんな。ビッグエコーがある方だもんな。そう、あっちと土の方が定食屋とか多いか。さあ、もうこっちまで来たし。今日名駅前まで行って。この辺りで閉めちゃおうかな。あれ、こっちにビッグエコーあったっけ。あれ違うか。あ、違う、2つあるのか。そうだ、まあ名古屋駅ですからね。じゃあでっかいビルもいっぱい建ってますよと。うん、ザ名古屋って感じ。あれ、この下もいろいろあるのか。あ、ラーメンとかもある。この下で食ってきゃいいか。よし。じゃあもうこっから下に入って、もうここまで来たね。名駅ですからね。うん、あ、名古屋駅の出入り口もある。オッケーオッケー。とか、もうこの先もう人が多すぎて取れんから。この辺りでね。あ、もう台とかに名古屋まで来たい。歩いて頑張った。うん。あ、大丈夫かな。ちゃんと名古屋駅感あるもんね、ここら辺。あ、そうか。あれが、このロータルのやつがちょっと変わったでね。メルメトなくなったんで、逆にこの辺りは見やすくなったのか。すごいなぁ。もうど真ん中ですからね。で、まあうちは近鉄なんで、逆に近鉄ではそこからもうそのまま乗れますからね。案外、ちょうどいいんだよな、ここ。って感じでね。まあとりあえずこのシリーズをこれくらいでしてみときましょう。ご視聴ありがとうございましたと。はぁ、あ。OK、飯こ。